こんばんは。本日は総武地郷のティッシュ配りをしてきました。今千葉県の最低賃金は842円です。職人の技術、そしてそういった能力も一条表替えいくらという単位で計算され、それがお客様の価格となります。こうしたものの生産者、職人、そういったものの技術量が反映して畳の表替え、そうした賃金となります。この辺のバランスはとても難しいと思います。以上です。